ジュアッス、ゆっくり霊夢と、チーズしか食べない魔法使い、ゆっくりマリサだ。で、って、こら、勝手に紹介すんなよ。なんだよ、チーズしか食べない魔法使いって。なんか喋れよ。というわけで今回は以前ゲーム攻略はみたいなのがひとまず終えたということなので、今度はダラダラ編をやっていきたいというわけです。もちろん、天才霊夢ちゃんの神プレイが見れちゃうよ。AI の強さを難しいにしたけど、レースゲームズボズボなアホな霊夢にできるんか？何をおっしゃるデンジャラスバナナウーマン。先ほどオンラインで大きなお友達と大合体してきたところだから、こんなこと余裕でしょう。見てなしゃい。誰がデンジャラスバナナウーマンだ。私はバナナなんかじゃないぜ。では、参りましょうか。見てなさい、霊夢ちゃんの神プレイ。神プレイの間違いだよ。とまあ、こんな奴のプレイをお手並み拝見しないとならんのか。キッキキッキキッキキシューキアキシューキアッキキ。どうしたんだよ。いや、レーススタートの音読の練習をしていたところだよ。何の音読だよ。呪文か、何かの技術か。ふふ、私の前を堂々と走るとはいい度胸じゃない。見てなさい、今すぐあんたたちを地獄の豪華で燃やしてくれるわー。豪華な。この時点でフラグを立ててるとは、相変わらずアンポンタンだぜ。なに、フラグだと、笑わせてくれる。この天才の度胸の私にフラグなど敵なしなのだー。思い知ったかすとばなぁ、言っていいことと悪いことがあるんだ。お前はそれを分かっていなかったのか、だから堂々とそう口にできたのか、どうなのか、なぁ、はっきり口にしてみろよ。すみませんでした。今現在そんなことを発言しません。よろしい。今度言ったら、ナイアガラの滝から突き落とす系だからな。なんて悪どいことを考えているんだ。このクソ、このクソ。霊夢、このクソのなんだ、続きを教えろよ。その。違うんです。ミサイルに当たって壁にゴツン直したから、壁に向かってクソと言っただけです。そうなのか。でもなんだか怪しいような。だから、怪しくともなんともないってば、マリサも疲れているんだし、きっと聞き間違いだと思うんだよ。そんな覚えはないと思うぜ。私の耳ははっきりしているから聞き間違いはないと思うのだが、マリサがそんな良い耳をしていたなんて、小坂素晴らしいだろ。作戦現場の私からしてみればミスバナナウーマンごときの耳。いやーなんかに負けはしないのだよ、パンストかぶりくん。誰がパンストかぶりくんだ、かぶったことねえし、っていうか、ボロ負けだぞ、霊夢。負けたー。嘘だ、こんなことってありうるの。とまあ、次ガンドだ。霊夢、次に期待しとけ。あと難易度を難しいにするからだ。というわけでここまでです。次もよかったら見ていってちょうだい。